こんにちは、アミロハチャンネルのアミです。今日はお御霊市にやってきました。ここは百里神社となっています。早速お参りしたいと思います。はい、参拝していきたいと思います。こちらに看板がありますね。で、ここにも石碑があります。丸い石で描かれてますね。はい、こっちに行きたいと思います。ここの神社はですね、旧帝国海軍の神社だそうなんですけども、ここの、木の板を立っていくんですかねになっています。ちょっと周りはあまり建物とかはないんですけども、静かな感じなんですけど、こちらの鳥居をくぐって参拝したいと思います。よいしょ、お邪魔します。はい、ここの神社を参拝して、そうすると御朱印がもらえるじゃないですか。で、そのここの御朱印がとっても珍しいので、それを欲しくて来ちゃいました。はい、じゃあそれでは参拝したいと思います。よいしょ。はい、参拝し終わりました。建物はこんな感じです。ちょっと神社っぽくはないと思うんですけど、この多分扉の中にちゃんとあるんだと思います。天照大神様がいるって書いてありました。この近くにも百里基地があるそうなんですよね。そしては私が以前行った曽我神社の方でこちらの御朱印をもらえるので、早速行ってみたいと思います。はい、曽我神社に到着しました。それでは早速御朱印をもらいに行きたいと思います。はい、御朱印をもらってきました。こちらになります。はい、見えますかね、こんな感じです。御朱印は3種類あって、私は3番目を選んだんですけど、他にもいろんなのあるので見てみてくださいね。ということで、今日はお御霊市にある百里神社にお参りして、曽我神社で御朱印をいただきました。海軍とか戦闘機とか興味がある方はぜひ来てみてください。ありがとうございます。アミロハチャンネルのアミでした。バイバーイ。